です。今回はチャンピオンズリーグラウンド16、アトレティコマドリー戦のセカンドレグの様子をお届けしていきたいと思います。今回はメインアッパースタンドからの映像を撮影していただきました。ファーストレグの0対1のビハインドを巻き返すべくですね、コップの応援にも余計に力が入っております。試合当日は嵐のような荒れた天候だったんですけれども、選手も含めアンフィールドの熱気は最高潮だったんじゃないかなと思います。こちらスタンド最上部付近の映像なんですけれど もう上の方にいるファンでもこの熱気を持って応援しているということで、素晴らしいと思います。前半はですね、ワイナルドムのゴールで先制をして1対0で折り返すという展開になりました。ハーフタイムには後半に向けてサブ組がアップをしております。センターサークルの近くにはですね、南野の姿も見えております。リバプールの勝ち越しを信じて後半へ突入していきます。ここで90分を終えて2戦合計1対1のまま延長戦へと試合は突入していきます。94分フェルミーノのゴールでついに逆転ということになりました。ちゃんともう一段と熱くなっております。その後リバプールは3失点を許しまして、結果はまさかのベスト16敗退となってしまいました。しかし負けた後でも鳴り止まないユーリネボ・ウォーカローンが非常に印象的でした。こういった負けた試合の後ほど心に響く素晴らしいチャント、そしてそれをこの場面で歌える素晴らしいファンだなと改めて思いました。ということで今回はチャンピオンズリーグラウンド16のアトレティコ・マドリー戦セカンドレグの様子をお届けしましたが、いかがだったでしょうか。最近ですね、コロナウイルスの影響で中断中のプレミアリーグですが、このまま中断が続くようになると、もしかしたらリーグ自体がちょっとキャンセルされてしまうかもしれないというような不安な話も出ております。ただですね、我らがリバプールがプレミアリーグのトロフィーを掲げる瞬間を見れることを信じて、引き続き応援していきたいと思います。You'll never walk alone。最後までご視聴ありがとうございました。少しでも面白いと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。こちらの超リバプールウィークリーミニなんですが、引き続き、タイトル、正式タイトルを募集しております。近々ですね、広報を考えて、Twitter の方でアンケートをやりたいと思ってますので、皆さんぜひ参加してみてください。それではまた来週。